トリニダード島。北東にあるのは、トバゴ島、トリニダード島は、カリブ海にある島国、トリニダードトバゴを形成する23の島の、首都である。面積は4827平方キロメートル。中心地は、トリニダードトバゴの首都でもあるポートオブスペインである。北緯10度3分から10度50分、西経60度55分から61度55分の間に位置する。 トリニダード島の南側にはサーペンツマウス、北側にはドラゴンズマウスと呼ばれる海峡がある。南側の海峡を隔てたすぐ向こうの陸地は南米大陸である。トリニダード島は四角い形をした島で、北部、中部、南部に三つの山脈があり、最高峰は島の北部にあるアリポ山である。熱帯の自然の美しい島でもある。様々なビーチ、沼地、 熱帯ウリニや北部の丘陵地などはその一例である。また陸地のオセロットや海のマナティなど珍しい哺乳類のほか、国象にあしらわれた少女時及びルーフス、ベンテッドチャチャラカなど多くの野鳥が生息している。最初は南米由来のインディオが住んでいたがこの島を訪れた最初のヨーロッパ人はクリストファー・コロンブス一行で1498年の 第三回公開の時のことである。当初はスペインの植民地だったが、フランス、オランダ、イギリスも入植し始めた。特にフランスは黒人奴隷と共に大規模に入植したが、1797年にイギリスが制圧し、その植民地となる。1802年に正式にイギリスの領土となった。1834年の大英帝国の 奴隷貿易全廃及び1838年の奴隷解放以降、サトウキビプランテーションを去った黒人たちに代わり、ポルトガル人、中国人、インド人などが労働力として導入された。1889年、トバゴ島と共に単一の横領植民地を形成した。1962年にトバゴ島と共にトリニダードトバゴとして独立し、 1976年には、共和国となった。現在、トリニダード島の住民は、アフリカ系国人とインド系が半数を占めている。様々な民族が流入した影響で、トリニダードの文化は多様なルーツを持っている。毎年、市純節に先立ち、大規模なカーニバルが行われるほか、ヒンドゥー教の祭り、ディーワーリーも行われている。また、カーニバルを舞台にして盛んになった、音楽。 カリプスやソッカのほか、リンボーダンスの発祥の地でもある。産業面では、農業や漁業のほか、かつての砂糖ケビ栽培、砂糖生成に代わり天然資源の採掘と加工、輸出が主産業となっている。トリニダード島は、カリブ海で随一の豊かな石油と天然ガス資源がある島として知られている。世界でも、有数のガス輸出基地があるほか、液化天然ガス輸出では、 世界5位以内アンモニアやメタノールの輸出でも世界トップクラスである。ピ・チコには世界最大規模のアスファルトの天然鉱脈がある。こうした鉱物資源や港湾を結ぶ道路などのインフラは充実しているが地方には修繕の満足でない荒れた道も多い。首都ポートオブスペインは島の北西海岸にある。第2の都市サンフェルナンドは 西海岸を40キロメートルほど南へ行った場所にある。ありがとうございます。